ハッピーバースデー、トーヤ。本当ですか、トーヤさん。私のことを選んでくれたんですね。ありがとう。本体？本体とは？これ何？工程、つまりゲームの本体が必要。否定、持っていない。どういうことだ？まあ、頑張ってね。悪いね、今の言葉聞こえちゃったんだ。そう、それで今の言葉だけど、昨日だけじゃまだわからないのかな。なら分かった。君の思いは分かった。けれど、それでも足りない。君が踏み込もうとしているのはこういう世界。そして、気をそらすな。今、私から気をそらせば、容赦なくこの刀が君の体を切り裂くかな。君が踏み込もうとする世界は、こういう世界なんだよ。わざわざこんな危険なところに来なくても、君には君の世界があるだろう。
少年。どこまで逃げても自分からは逃げられないか。その理想、選んだ道、少なくとも私は好きだし素晴らしいと思う。けどね、君には力がない。圧倒的に力が足りない。理想を語るにも押し通すにも、それに見合った強さが必要かな。強さを持たずに理想を語るのは夢見がちなバカでしかない。動くな。動くなと言っている。死にたいの？ならどうして？やれやれ、正真正銘の大バカ者だね、君は。たく、君を見ていると昔のことを思い出す。自分を重ねてしまいそうになるよ。なんでもない。それよりも前に一度聞いていたはずだけど、君の名前は何だったかな？伏見桃也ね。わかった。覚えとく。私はね、それで合ってるけど、いちいちフルネームで呼ばない。ミオでいいよ、ミオで。何が、かな？まあ、そうなるかな。やれやれ、面倒な話だよ、まったく。しょうがない。私にトウヤは殺せない。けれど、トウヤは進むことをやめない。なら、私にはどうしようもないからね。私は別に快楽殺人の趣味はないよ。トウヤを殺す理由を私は持ち合わせていない。私には私の正義がある。私は目の前の大勢の人を救いたい。そのためになら犠牲は厭わない。綺麗事、偽善、エゴ、何と言われても、それが私の選んだ道。トウヤに歩くべき道があるように、私にも歩く道がある。だからそれを阻むものはすべて切る。立ちふさがる障害はすべてぶち壊す。どうするのかな？私を止めてみる？それなら、トウヤはどうするつもり？でも、トウヤは弱い。理想を語るにはあまりにも。力
力を望む？誰かを救えるだけの力を、弱い自分を否定するだけの力を。このまま見過ごすわけにもいかないしね。昔の自分に対する気持ちもちょっとはあるかな。ま、お姉さんにも昔はいろいろとね。それはいいんじゃないのかな。今の問題はトウヤが望むか望まないか、そこでしょ。ふむ、もう少し決意を聞きたくもあるけど、まあいいかな。それじゃ早速始めましょうか。言っておくけど、手加減はしないからね。時間も余裕もないの。悠長にやっていけると思ってるの？わかった。それじゃまず最初は私の攻撃を避けてみること。行くよ。止まるな。次。この程度で？素手でやっているだけマシだと思いなさい。強くなるには経験を積むのが一番。手加減はするから、とりあえず私の攻撃を避けること。いい答えだ。上出来！いいね。そのまま集中力を絶やさないように。それでどうするの？何を？研究だよ、研究。ほら、猫にも逃げられたしね。このままじゃ滞っちゃうんじゃないの？まあ、一応は大丈夫ですよ。整理すべき資料はたくさんありますしね。それに。それに、何かな？サンプルならそこら辺にいます。どのサンプルを使うのかを模索中です。そうなんだ。ま、いいけどね。何か困ったことがあったら言ってくれていいよ。善処はするから。善処ね。それなら使えそうな研究者を増やしてほしいですね。使えそうな研究者？被験体ではなく研究者の方です。それも使えそうな。これはなかなかの無茶を言われちゃったな。まあ、前書で結構ですので。とにかく使えそうな人だね。探してみるよ。探してみる？この研究で使えそうな人間なんているはずないじゃない。いるとしたら、それこそ10年前の亡霊ね。ま、それは私も同じか。
大丈夫、トウヤ。よかったじゃない。今日の痛みが明日の強さになるってね。やれやれ、そんな歪んだ気持ちで捉えてほしくはないね。これは愛、愛だよ。トウヤに強くなってほしいという私の愛。どうかしたのかな？急に無口になって。ところで、トウヤの家ってここでいいんだよね？それじゃ、行こうか。当然、その体じゃ一人で歩くのは辛いでしょ。だからこそ、私がここまで送ってきたんでしょ。ここまで来たらちゃんと送ってあげるから、心配しなくていいって。遠慮しなくていいよ。それにトウヤに教えておかなきゃいけないこともあるしね。とりあえずお茶でも飲みながら。当然、何のために私がここまで来たと思ってるのかな。さてと、行くよ。お届け物です。お邪魔するよ。じわー。ちなみに、生物ですから返品は受け付けません。あら、ミオちゃん、どうしたんですか、今日は。今日は届け物をね。うちのトウヤさんを連れてどうかしたんですか。ああ、そうだよ。何？何も説明してないの？実はそうなんです。あまり言いふらすべきことじゃありませんから。ま、普通の暮らしがあるサヤはそうかもね。でも、どうしてミオちゃんとトウヤさんが？ああ、この子、例の広場で遭遇した少年なんだよね。あれはトウヤさんのことだったんですか？そういうこと。しかも、この子がどうしても今回の一件に首を突っ込もうとするんだよね。だから、私が鍛えることにした。鍛えるってそんな。あ、兄様、おかえり。お姉ちゃん、誰？この人は私のお友達ですよ。木船美代という。さやとは子供の頃からの友達だよ。
はね、伏見牧菜だよ。よろしくね。よろしく。トウヤ、君に説明しておくべきことがある。ちょっと部屋で話そうか。およ、お話？牧野は聞いちゃダメなの？悪いけど、ちょっと席を外しててもらえるかな。もう。牧野ちゃん、ダメですよ。ミオちゃんを困らせちゃ。こっちで私と一緒に晩ご飯の準備をしましょうね。わかった、そうする。それじゃ、私が説明をしておくから。わかりました。お願いします。それじゃ、トウヤの部屋に行こうか。部屋はどこ？サヤのことや私のこと、それから他にも知るべきことがあるって言ったでしょ。全部じゃないけどね。まあ、ある程度は説明してあげるよ。それで、何が知りたい？昔馴染みってとこかな。子供の頃からの知り合い。それはサヤが隠してたからでしょ。私や教会の存在を。ああ、それじゃまずそこから説明しようか。私もサヤもね、とある組織に所属して仕事を行ってる。なんて説明してたのかは知らないけどさ、サヤの給金は教会から支払われてるはずだよ。他には仕事をしてないと思う。まあ、事務作業みたいなこともあるけど、そうじゃないこともある。知られたくなかったんでしょ？トウヤが考えているよりも殺伐とした世界だからね。嘘をつかれるのは辛いと思うけど、つく方も辛い場合だってあるんだからね。ま、だからどうしろとは言わないけどね。そこをちゃんと考えてあげても欲しいかな。私たちの教会はね、魔術の危険さを認識し、魔術を秘匿にするための組織。そんないぶかしげな目で見ない。心配しなくても頭は大丈夫。精神は正常。意識もはっきり。覚醒レベルはマックスだって。例えば、さっきまでの私の動き。広場で見せた動きとか、純粋に力だけで可能だと思ってるの？しょうがない。もっとわかりやすくいこうか。はい。このコップに注目。これはどこにでもある普通のガラス製のコップだよね。例えば、これが割れたとするでしょ？心配する必要はないの。ここからが本番なんだから。
これが魔術。理解できたかな？なら、魔術の存在を信じるのかな？そう、素直なのはいいことだね。と言っても、素直すぎるのも考えものだね。これは手品みたいな幻で、実は壊れたものを直すなんて魔術ではできないんだけどね。ん？ああ、まだ知らなくていいから。それよりも、トーヤは魔術が存在するって理解したかな？十分十分。すぐに体で覚えてもらうことになるから。ま、それもまた別の話。今はそれよりも私たちの話を続けようか。とにかく、私は魔術師なの。そして、それはサヤもね。ついでに言うなら、トーヤの友達の、この夏希だっけ？あの子も魔術師だよ。あの時の鎖、あれも魔術。そこに関しては後から本人に聞けばいいよ。さて、ここからが本題。今度はこの町で起こっていること。トーヤ、君は魂って信じる？だから魂、それぐらい知ってるでしょ？人の中身を魂、外側を体だとする。中身はそのままで外側を変えれば、人は半永久的に生きられると思わない？そう、普通はバカな話だね。眉唾もいいとこだけど、とある老人はそれを信じた。信じきった。そしてそれを可能にする魔術はあった。人の魂を剥離させ、他の体に定着させる魔術は、死にたくないと、永遠に生き続けていたいと願ったその老人は盲信的にそれを信じ、研究し、実践した。それが約十数年前の話。それが、私やサヤの追っている事件だよ。そして、その最重要人物として今浮上しているのが、まあ、そういうことになるね。私の予測が間違っていなければ、彼女の体の中には別の人間の魂が入ってる。だから私はあの女性は別人だと言ったんだよ。どうする？まだ戻る道はあるわよ。さすが大バカ。褒め言葉みたいなものだよ。とりあえず今日はこれぐらいにしておこう。そんなボロボロじゃね。愛だよ、愛。
これも一つの愛。大人になればわかるんじゃないかな。何かな？トウヤ、ここのところ被害者は増えてないよ。なぜかは知らないけど、その活動が緩まってるらしい。昨日のは例外。あの男は、もともと研究室にいた人間。つまり、彼も魂と体を入れ替えた人間。私たちに任せなさい。それに、トウヤがどうにかできる問題でもないでしょ。そんな顔しない。少しは私のことも信用なさい。あのマキナっていう子は？とりあえず部屋に戻りました。そう。それで、こんなところで突っ立って待ってるのは、何か聞きたいことがあるからかな？トウヤさんに、どこまで話したんですか？サヤが魔術師で、教会からの仕事をやってるってこと。あとは、今起きていること。人の魂と体を入れ替える方法についての簡単な説明。それぐらいかな。そうですか。それで、トウヤさんの様子は？何するんです、ミオちゃん。もう少し、あの子のことを信じてあげたらどうなの、サヤ。でも。あの子は歩き出した。なら、それを黙って見守るのがいい女だと思うよ。それに大丈夫。あの子は死なない。私が死なせない。ミオちゃん、まだ背負ってるんですね。まだ？面白いこと言うね、サヤは。これは、私が一生かけて背負い続けなきゃならないんだよ。楽になることは許されてない。楽になろうとする自分が許せない。だからこそ私は戦う。絶対に止めてみせる。止めなきゃいけない。私が。そんな風に考えないでほしいです。私はミオちゃんがそんな風に生きるのがすごく悲しいですから。そうよ。大丈夫なんですよ。私の前でぐらい泣いても。ありがとう。でもごめん。気持ちだけでいい。その気持ちだけで、私は十分だから。ミオちゃん。もう行く。いろいろと調べたいことも残ってるし。もうですか？ご飯ぐらい一緒に食べていけばいいのに。時間がないからね。また別の機会があれば、その時にでも。また、いつでも来てくれていいんですからね。遠慮なんて必要ないですよ。覚えとく。それじゃ、またね。はい、また。
レさん、どうかなさったんですか？今、お風呂に入っていますけど、どうかしましたか？はい。何でしょうか？はい、そうです。ごめんなさい。あれは嘘なんです。はい、ここに住みながらでもできる仕事をしています。私にはわかりません。それが鈴乃さんなのか、それとも別の人間なのか、私にはまだ。大丈夫ですよ、トウヤさん。私もトウヤさんと同じです。優しくて、面白くて、今思うと子供のような人でした。きっと、トウヤさんの記憶と同じです。だから、もっと自分を信じてください。私、謝らなくちゃいけないですよね。嘘をついていたことはいけないことだと思っています。でも、正直に言える勇気もなくて、ごめんなさい。怒るのはしょうがないと思います。だけど、その、私のこと、嫌いにならないでほしいんです。勝手だとは思うんですが。トウヤさん、はい、ありがとうございます。おー、何の話？ですよ、マキナちゃん。ほら、ちゃんと乾かしましょうね。もう、平気なのに。ほらほら、私がしてあげますから。一つ、言い忘れたことがありまして。今後は無茶なことはやめてください。そんな自分の体をボロボロにするような真似は二度としないでください。いいですか、トウヤさん。約束ですからね。さやお姉ちゃん、まだ？ごめんなさい。今すぐ行きますからね。トウヤ、花火しようか。
冬だからこそ花火をすることに意義と意味を感じない？だからその季節云々なんていう常識にとらわれてちゃダメなんだってば。いいからいいから、細かいことを気にするようじゃ立派な大人にはなれないよ。それじゃ分かったところで火をつけて、レッツファイヤー。ございます。兄様、おはよう。はい、どうぞ。召し上がれ。大丈夫、兄様。ああ、そうそう、トウヤさん、ミオちゃんから伝言を預かってるんですよ。ミオって昨日のムチムチしたお姉ちゃんのこと？はい、そうですよ。ちゃんと学園には通うこと、サボりは認めないとのことです。ん？兄様はサボるの？サボるのはいけませんよ、トウヤさん。マキナちゃんからも言ってあげてください。兄様、ダメだよ。サボるのはいけないことなんだからね。そんなに言わなくていいけど、今日はサボっちゃダメだよ。おはよう、伏見くん。昨日と一昨日どうしたの？そう、お大事に。おはよう、伏見くん。伏見くんらしき人物を見つけたから。それで伏見くん大丈夫？だって2日も続けて休んだし、一昨日のメールの返事は風邪って書いてあったけど、もう治ったの？あ、そうなんだ。よかった。もう完治したんだね。
れ、体の節々が痛いのって諸症状じゃないの？変わったこと？別に平穏無事ないつもの毎日だったかな。おはよう。おはよう。よう、おはよう。風邪はもういいのか？あんまり無茶するなよ。そうそう、無茶はいけないからね。おはよう。おはよう。おはよう、のみやさん。もう大丈夫なの？うん、もう大丈夫。心配してくれてありがとう。今日は野宮さんも来たんだ。本当だ。体の調子は良くなったんだね。よかった。あ、そっか、シミ君は休んでたもんね。昨日と一昨日、お前と同じ分野宮さんも休んでたんだよ。なんかね、体調崩したみたいで。もうそんな時間か。ほんと、無理はしない方がいいよ。愛の伝言。昼休み屋上に来られたし、貴船美を自業自得。ファイト。お待たせ。ちょっと遅くなったかな。そう？全然無茶じゃないんだけどね。ま、それはいいから。それよりも早速始めようか。まだ最初の段階もクリアしてないけど、やめとく？なら、お言葉に甘えて。
反応は良かったんだけどね。でもま、やっぱり無理か、私に勝つのは。ギリギリだけど、合格あげようかな。根本的に勘違いしてるから言うけどね、今の状態でトーヤがいくら頑張ったところで私に勝つのは無理かな。今の段階で私に勝てるようなら最初から鍛える必要なんてないじゃない。トーヤ、昨日私の言ったこと覚えてる？私の攻撃を避けてみなさい、こう言ったの。だから私の射撃を避けた時点で合格。攻撃をしてきたのはそっちだもの。私はトーヤの攻撃を止めた、それだけだしね。というわけで次のステップに移ろうか。そう、今あるトーヤと私の力の差を少しでも埋める方法。まあ手っ取り早くは魔術師になることだと思うけど。そう、それが一番の近道なんだよね。例えば、トーヤ。ほら、避けられたでしょ？けどね、これがこうなると。今度は避けることすら叶わない。これがどういう差かわかる？体に教え込んだ方が覚えやすいでしょ。ほら、今日だって射撃をかわせたしさ。それよりも質問の回答は？外れ。逆だよ、それじゃ。最初が本気で、次が手加減した状態かな。普通の人間、か弱い女の子なら、本気でやっても最初のような動きぐらいが限界なの。魔力を元にして体を動かした結果があれ。ちゃんと説明するとね、人の体には生命力というものがある。それは誰もが持ってる、というか持ってないと生きていけない。人の生命力は13の構成素子からなる存在で、ああそうだね、ニュアンスとしては原子みたいなものかな。世界を構成する微粒子とでも捉えれば問題はない感じ。とにかく体を動かすとき、人は生命力を元にして動かしている。おもちゃでも電池で動くでしょ、あんな感じ。けどね、魔術は違う。魔術は魔力を元にして動くことができる。違うのよ、それがさっきのさ、トーヤでも捉えられる動きと常人では捉えられない動き、それほどの差が生まれる。なぜそんなことが可能になるか。魔力は生命力を生成することで得られるものだから。
生命力から魔力を生成する。つまりはね、その力の純度を上げることになる。電池を直列で複数並べた状態？あ、いや、微妙に違うか。とにかく魔力を使うことで動きも力も段違いになる。当然力そのものも耐久力もね。それだけ理解してれば大丈夫。OK かな。それじゃあ、トウヤがどうして私に勝てないか、これも理解できたでしょ？はい、正解。出来のいい生徒でお姉さんは嬉しいよ。ちょっとね、聞き分けのない子にコチンと来たからさ。だから、トウヤが魔術を使えるようになれば強くなれる。意外と簡単な理屈でしょ？そうだね。それじゃ、まずは目を閉じる。次に全神経を集中させる。他のことは何も考えなくていい。何も気にしなくていい。髪の毛の先から足の爪まで体全体に集中をする。そして自分の体に流れるものを意識する。まだ動いちゃダメだよ。それじゃ、行くよ。目を開けていいって言ったかな？それが魔術師の種。魔力を生成するためにはね、ちょっとしたコツがいる。普通は時間をかけて覚えるものなんだけど、そんな時間はない。だからトウヤの体の中に直接つなげてしまう。魔力を作り出す流れをね、無理やり作る。そうすればトウヤは魔力を生成することができるから、あとは使い方次第ね。一応ちゃんとした順序を踏んで教えてもいいかなって思ったけど、時間がかかるし。無理やりにでも覚醒させるしかないかな。そう、ほら、漫画とかでよくあるでしょ？ピンチになると眠っていた力が覚醒するって。あんな感じで覚えていこうか。午後の授業もあるだろうから手加減はしてあげるよ。この程度でへばってちゃ話にならないよ。ほら、ちゃっちゃと立ち上がりなさいな。まだまだこれからだよ。それから、ただ殴られるだけじゃ意味はないからね。力の流れ、攻撃が来る雰囲気、自分の身に危機が訪れる感覚。すべてをその体に覚え込ませなさい。殴られてるだけじゃサンドバッグと変わらないわよ。
私は常に魔力を使用している。私の体の流れを感じ取りなさい。まだまだ甘い。甘くてぬるい。まったく、早く覚醒してくれないと困るな。できるか！じゃない、やるの。冗談でも何でもないよ、トウヤ。本気だと言うなら、それだけの何かを示しなさい。まあ、どのみち、こんなのは生病法になるのがオチだろうけどね。それでも、それは戦うなら、の話。今は逃げるための力をつける時だと思いなさい。そう、死なないために、そのために、その場から逃げ出すための力。この短時間でまともに戦えるだけの力をつけるなんて無理な話だから、逃げるための力。時間稼ぎと考えてもいいわよ。要はね、戦う手段としてじゃなく、生き残るための手段として使うこと。わかった？わかったって聞いてるの。ま、わかってるんならそれでいいかな。それじゃ、また連絡するから。そうそう。それから、トウヤにこれをあげよう。食べ物かな？世間一般では、お弁当なんて呼ぶような代物。いらない？それならそれで処分をするけど？ええな、できるともさ。まあ、さやほどじゃないと思うけど。それで、いるの？いらないの？そう、それじゃ、箱はさやにでも渡してくれればいいから。じゃあね。アルバイト？なんだ、今日もバイトなのか。本当に忙しいやつだな、お前。そうなんだ、他に用事があるの？どっちにしろ忙しいやつだな、お前。なんだ、
そんなにひどいのか？また風がぶり返したとか。そうなの？ダメだよ。治ってもアフターケアはちゃんとしないと。でもまあ大丈夫だろ、お前なら。ダメだってば。残念だけど、体調が悪いなら無理しない方がいいよ。ほら、まどかちゃんだってこんなに寂しそうじゃないか。お前も男なら女の子の期待に応えてみせろ。そりゃ残念だけど、でも無理される方が嫌だってば。ほんと付き合いが悪くなったな、お前。いいよ、気にしなくて。それよりも体をまずは万全にしないとね。それじゃあとりあえず行こう。駅前にでも繰り出してから後の行動を決めるか。うん、そうだね。お前も途中まで一緒に帰るぐらいは大丈夫なんだろう？それじゃあ行こう。でもちょっと寂しいし、他にも誘ってみるか。あ、いいね。でも誘うって誰を？そうだな、誰がいいかな。お、このこれから一緒に遊びに行かないか？行かない。うわ、即答ですか。用事がある。そっか、用事があるんじゃ仕方ないね。バイバイ。このは無理か。となるとやっぱり飲み屋さんか。ね、野宮さんも誘ってみよう。ねえねえ野宮さん、私たちこれから駅前に遊びに行くんだけど、野宮さんも一緒に行かない？私たちってまどかさんと鴨くんと伏見くんで？君は違うけど、鴨くんと私、どうかな？今日用事とかある？ちょっと今日はやめておくね。ごめん、また誘ってくれるかな？そっか、残念だけどしょうがないね。でも途中まで一緒に帰ろうよ。それぐらいならいいでしょ？ね、ね。うん、それなら。さてと、どこに行く？久しぶりだもんね。どうしようか。大丈夫。ただの体調不良。もう大丈夫。何？何の話かな？見間違い、記憶違い、人違い？
とにかくそんな変なことは口にしない方がいいと思うよ。ねえ、それで何か分かった？伏見くんのお母さんのこと。別にいいわよ、それじゃ。そう。何か分かったら私にも教えてほしい。お願い。伏見くんのお母さんが生きてるんだとしたら、私のお父さんも生きてるかもしれない。だから、もし何か分かったなら、私にも教えてほしい。私も、お父さんに会えるなら、会いたいから。もしもし、八坂総合病院の久瀬と申しますが、伏見桃也さんでしょうか？実は急で申し訳ありませんが、今日働きに出てもらえないでしょうか？お願いできませんか？風邪で3人、休養で2人休む人が出てしまいまして、今日はシフトの関係もあって特に人が少ないんです。お願いできませんか？時給は特別に少し上乗せしますので。助かります。それではよろしくお願いします。シミ君、どうかしたの？そうなんだ。大変だね。でも大丈夫なのか？体とか。うん、その方がいいよ。無理していいことはないからね。それじゃ、頑張ってな。アルバイトか、大変そうだね。うん、そうだね。しょうがないよね。頑張ってね、伏見くん。それじゃあ頑張ってね。また今度遊びに行こうね。そうだ、いつもいつも忙しそうで。今度埋め合わせとして何かおごれよ。そんなの全然気にしなくていいよ。悪いし、そんなの。いいからいいから、こう言ってるんだし、素直に受け取っておけばいいんだよ。
ひでえ、男女差別だ。もっとダメだろそれ。まあまあ、二人とも落ち着いて。ま、頑張って働けよ、この裏切りも。何もそんな言い方しなくても。あ、シミ君、本当に気にしなくていいからね。それじゃな。うん、また明日ね。それじゃあ。そう、本当によろしくお願い。今日の晩ご飯はクラゲ。明日の晩ご飯もクラゲ。ああ、君くん。昔の知り合いに会いにね。それでは、私はこれで。君もお疲れ様。トウヤこそ、なんでこんなところにいるのかな？不法侵入なんて、あんまりいいことではないと思うよ。バイト？この病院で？ふーん、そっか、ここでバイトか。なら、院長、八坂直行の部屋がどこにあるのか知ってる？それはいいから、それより知ってるの？知らないの？どっち？ちょっと案内してくれないかな？なるほど、ここがね。固いこと言わない。それじゃ、始めますか。
ちょっとした探し物。違うわよ。私がそんなことをする人間に見えるとでも？私は心優しく、博愛主義で平和主義者なんだからね。失敬な偏見はやめてほしいかな。それよりも、トーヤも一緒に探してよ。魔術に関する何かを。昨日話した魔術についての話、覚えてるかな？そう。その儀式を誰かが行っている。今、私はそれを行っている人間を探しているところなの。まだ確証はない。だからそれを探して私はここに来た。まだ結論を出すには早いけどね。それでも調べるだけの価値はある。それだけの理由がここにはある。静かに。隠れるしかないでしょ。いいから静かに。気づかれる。トーヤはまだ部屋の中のものに触れてなかったよね。よかった。私が探した部分は全部元に戻してあるし、気づかれないと思うんだけど。どうやら八坂直行じゃなさそうだね。ならすぐに帰るか。今部屋にいる人間、誰だか知ってるかな？そっか。とりあえずおとなしくしてて。どうやら言ったみたいね。ダメだね。
どこにも儀式を行ったことに関する痕跡はなさそうだ。とりあえず今日のところは引き上げようか。そこにはそれなりの理由があるんだよ。ま、いろいろとね。とにかく今日は引き上げようか。また誰かが来たら今度は見つかるかもしれないし。ねえねえ。ん？どうかした？しおりん。さっき病院内で変な人たちを見かけたよ。ああ、あの人たち？多分教会の人だと思うよ。さすがにここが一番最初に疑われるよね。いいの？勝手にさせて。いいか悪いかで言うと、あんまりよろしくないんだけど、ちょっと面白いことが浮かんでね。面白いこと？そ、なんかね、ここの人が使える研究員が欲しいって言ってたのね。使える研究員？この魂の解析に対して役立つような人材を募集中なの。ふーん、それは初耳。もしかしたら使える研究員が手に入るかもしれないから、一応あの子たちを無視したんだよね。なんだかいまいち話が読めないね。そうだね。例えばだけど、しおりんのお友達が宿題の助けを求めてきたとするでしょ？僕には友達はいないけどね。工作の宿題と勉強の宿題、どちらか手伝ってって言われたら、どっちを手伝う？どっちも手伝わないかな。面倒だし。人のお願いなんて聞きたくないし。それはそうだね。でもほら、例え話だから。例え話なら、まあ工作の方？勉強はわかんないし。そうでしょ。つまりはそういうこと。まとめられてもわかんないんだけど。まあ、とにかく勉強の得意な人を求めてるってことなんだね。こっちはダメか。となると。あいつ？ああ、影臣さんのこと？基本的には別行動だよ。なんかいろいろと忙しいらしいからね。さあ、互いのことにあまり干渉しないことにしてるから。何かそんなに気になることが？まあそれは別にいいけど、しかしあれね、昔とは全然違う構造になったのね、あの病院。
ちょっとね。私も昔この町にいたから、火事のことも知ってる。よく知ってる。火事の時以来かな、この町は。あの病院も昔の面影がなくなったもんだね。見る限りそんな部分はなさそうだけどね。そうかもね。いや、その可能性があるか。いや、気にしなくていいよ。どうしたの？家の中に入らないの？なんでって、トーヤの家に行くところだから。基本的にさ、私や影臣さんって仕事で各地を転々としてるから寝なし草なわけ。そんなに長いはしないわよ。別にいいじゃない、固いこと言わなくてもさ。それにサヤは喜ぶと思うし。子供の頃にね。いや、ちょっと病院で知り合ったの。ま、そんなところかな。ん？どうかしたの？褒めてくれてありがとう。お邪魔するよ。あの、マキナちゃん、ちょっと出てきませんか？お話ししましょう。帰りなさい。あ、ミオちゃんまでいらっしゃい。ああ、うん。それでどうしたの？実は、マキナちゃんが部屋から出てきてくれないんです。何かしたの？怒らせるようなこと。いや、全然。うちに帰ってきたと思ったら、急に部屋に閉じこもってしまって。食事は一緒に取ってくれたんですけど。お願いできますか？私は全く役に立ちそうにないわね。ねえ、ちょっとシャワー借りていい？玄関を入ってすぐの扉を開ければありますから。ありがとう。それじゃあ借りるね。はや、兄様、お帰りなさい。
そうかな。そんなことないと思うんだけどな。ダメ、ダメなんだよ。ええ、全然わからないんです。不機嫌というわけでもないみたいなんですけど、どうしても部屋から出てくれなくて。どうでしょう、あんまり無理やりは感心できません。そんなことはないと思うんですけど。ねえ、マキナちゃん、トウヤさんのことは好きですか？大好き。やっぱり嫌われたわけでも思春期でもなさそうですが。怒らないと約束した方が。おかえりなさい、兄様。ひどい怪我ですね。ごめんなさい、兄様。さよお姉ちゃん。広場でね、怪我しててかわいそうだから、マキナが手当てしようと思って。そうだったんですか。マキナちゃん優しいですね。優しい子？いい子？でも、このマンションがペット禁止なのは知ってますよね？あう、ごめんなさい。え、この子捨てるの？怪我してるのに？このマンションはペット禁止ですよ。はう、ごめんなさい。でも、こんなに可愛い猫ちゃんを無視するわけにもいきませんね。でしょでしょ、そう思うでしょ。どうでしょう、トウヤさん。とりあえず怪我が治るまで保護するのは。大丈夫ですよ。他の部屋の人でも飼っている人はいますし、おとなしくさせればそんなにうるさくしないと思いますし。お願い、兄様。Yeah.
嬉しそうですね。でもこのまま放置するわけにもいきませんね。ちゃんと手当てしないと。見る限りそれほどひどい怪我はなさそうですし、多分人と大して変わらない処置で大丈夫だと思います。ちょっと消毒液を薄めた方がいいかもしれませんけど。はい、任せてください。あれ？解決したの？ことを言うね、トウヤ。お風呂上がりは裸でしょ、普通。なんでさ、裸で牛乳、これが私の生き方だ。というか、そんな細かいこと気にしない気にしない。そう言われてもな、着る服がないし、私寝るための服なんて持ち合わせないんだよね。あの服寝るにはできそうないし、寝づらいんだけど、どうしたもんかな。どうしたんですか？そんなに騒がしいとご近所に迷惑。あら、ミオちゃん、はしたないですよ。トウヤもそう言うんだけどね、私寝巻きとか持ってないんだよね。それならこちらで用意しますから、とりあえず服を着ていただけますか？着るの？ミオちゃんも女の子なんですから、ちゃんと着ないといけませんよ。この牛乳飲み終わったらね。今すぐです。トウヤさん、何を見てるんですか？だからどこを見てるんですか？いやん、トウヤ、リビドーあふれる若者の視線で見つめられたらお姉さん恥ずかしい。トウヤさん、ちょっと一緒に来ていただけますか？大丈夫、大丈夫ですよ。痛くしませんから。頑張ってね。さあ、行きますよ、トウヤさん。私だって脱げばすごいんですよ。それをみっちりと教えてあげます。
ほう、ちょうどいいサンプルじゃないか。獣なら獣らしく、自分の実力をわきまえろ。こんなものか。この男が入れ替えを行った人間、あの時と同じ。はい、おはようございます。